こんにちは、速稼塾の久保です。 YouTube 活動を通じてなんとか収益を得て、それをもとに生活の再建を果たしたいというね、まあそういった50代60代の方多いんではないでしょうか。で、私もですね、今51になったところですけども、今年52になってね、 YouTube 活動は10年ほど続けてきたんですけども、実際に50代とか60代で YouTube で稼いでいく人ってそんなに少ないのかなと思ったら、案外多いことに気づいていたんですよ。というのがね、私も YouTube 活動10年なんですけども、 YouTube で暮らしてるんですよね。でも40の時でも40から YouTube みたいな感じではあったんですよ。でもあれから10年経って、50で YouTube？ 結局10年経ったら10年分このね、40代とか50代で始めるってことに対しての、まあ、抵抗ですとかね、批評ってのは、まあ、ついてもあるんですよ。で、そう考えてみたら、今60代の方でもきっとね、チャンスあるんじゃないかなと思いますし、実際にね、ちょっと興味深いところなんですけども、これ見ていただけます？はい、60代女性 YouTuber で検索すると、まさにね、収益にすごくインパクトがあるってことで動画を結構上げてらっしゃる方がいて、私も何人の方と やり取りさせてもらったんですけども、そんなに稼いでるんですかみたいな形でね、もう完全に年金なんて問題にならないぐらい YouTube から収益を得られてますよっていうような話だったんですよ。まあ、というのがね、60代で YouTube 活動、発信活動するということの反対側には、60代で YouTube なんてやってないよって方がいらっしゃるんですよ。で、その中で60代の視聴者さんっていうのは一定数いるわけなんですよね。まあですんで、考え方によってはものすごく層の厚いマーケットっていうふうに言うこともできるんですよ。じゃあちょっとね、順を追って見ていきましょうか。まあ、一番上がね、60代一人暮らし、YouTube 収益見て唖然としましたってありますけども、だいたい月に100万円ぐらいね、入ってる方なんじゃないかなと思います。そして次なんですけども、60代未亡人、身震いしたと、 YouTube からのお金を見て恐怖を覚えましたって書いてますよね。これ見てください、417万回再生されてるんですよ。しかもこの YouTube のスタイルってのはお二人とも同じですよね。まな板の上で普段の調理をしてるところをなんか映してて、で字幕なんですよ。これね、音声が入ってるわけではありません。 BGM が軽やかに流れていて、文字がずっと並んでるだけなんで、言ってみれば紙芝居みたいなもんなんですよね。で、これがかなりね、視聴数を集めていて、莫大な売り上げを作っているってことなんですよ。で、ずっと進んでいくと、やっぱりね、60代未亡人、64歳の現実とかね。でもこうしてみると、この台所って、ちょっとね、システムキッチンっぽいですよね。だから結構豊かな暮らしをしている方が、やってんのかなって思っちゃったり、もしくはこれは完全にモデルでね、どっか企業が仕掛けてるのかなと思っちゃうんですよ。と思ったら、こういうふうに素朴な暮らしをしてる方とかも結構出てくるんで、モデルとしては、まな板を手元を映していて、で、自分はほとんど顔出しせずに、まあ手だけが出てる感じでね、で、文字がずっと並んでいて、それでいいわけですから、顔出ししたくない方なんてのは、まさにこのモデルにうってつけなんじゃないかなと思います。もちろん、顔出しをして差別化を図ってらっしゃる方もいますけども、この人も306万再生ですからね。私なんてとてもできないですよ、こんなこと。すごいでしょ、やっぱり。ね。で、60代女性 YouTuber ってことになりますけども、じゃあ男性はどうなのかなと。はい。こういうふうに検索してみると、60代男性 YouTuber。あ、トップは変わんないですね。この方はうまいこと SE をかけてると思います。で、やっぱり大金が入ってるって書いてますね。これ別にね、皆さん YouTube のコンサルなんてしてないわけですよ。ただ YouTube 試しにやってみたらこんなに儲かりましたっていう風に動画を出してらっしゃることばかりなんですよ。で、今までの暮らしは不安が多かったけども、 YouTube をすることによって、まあ、全然ね、見方が変わりました、生き方が変わりましたってことばかりで、すごく可能性があるんじゃないかなと思います。ですんでね、60代から始めても全然大丈夫ですし、まあ、そこにですね、まあ、私がお力を貸しますんで、もっと大丈夫じゃないかなと思いますね。はい。ということで、今回の動画は以上になります。ぜひね、YouTube 活動、これからでも全然遅くないんで、始められてください。というよりも、他の人が始めた後では遅くなりますよ。それじゃあ。